回の動画では、古宇利島に行くなら一度は宿泊したい、ワンスイートザグランドをご紹介しました。今回の動画は、5泊6日沖縄旅の2日目。沖縄県北部の有名な観光スポットに行きます。また、周辺のおすすめカフェもご紹介します。古宇利島のおすすめスポットや、ワンスイートザグランドが気になる方は、概要欄に URL を貼っているので、ぜひご覧ください。福木並木は沖縄県北部にあり、古宇利島からは車でおよそ30分です。福木並木から徒歩1分、龍華にやってきました。窓がないので開放感があります。1階から見る外の景色もとっても綺麗、風が気持ちいいです。2階はテラス席。どんな感じなのか見てみます。では、福木並木を散策します。福木並木の入り口には地図があり、見どころも載っています。まず今回のルートをご紹介します。地図の下の方にある現在地から散策ルート通り進んで夫婦福木まで行きます。そのまままっすぐ進み、D 地点まで行ったら左に進み、 C 地点で綺麗な海を眺めます。
C 地点から上へと進むこともできますが、この後予定もあるので上の方へは行かず、 C と D の間にある道を通って戻ります。ゆっくり歩いて30分ほどでした。向かいにはレオト福木、2本の木が寄り添っているのでレオト福木と呼ばれています。夫婦円満や幸せを呼ぶパワースポットになっているそう。レオト福木まで来たので、このまままっすぐ進んで C 地点を目指します。
C 地点まで来たので、帰りは C と D の間の道を通って戻ります。歩いていたらお腹が空いたので、こちらのお店でサーターアンダギーを購入。福木並木から車でおよそ5分美ら海水族館にやってきました。実は美ら海水族館周辺には駐車場が9箇所あります。美ら海水族館に行くには7番がおすすめ。私たちはこのことを知らず迷って遠回りしたので、皆さんも気をつけてください。またチケットは事前に道の駅きょだで購入。通常よりも330円お安く買うことができます。ネットでも安く購入できるようですが、道の駅きょだの方がお得でした。那覇空港から車で北部に向かう場合はきょだを通るので、寄り道して購入することをお勧めします。水族館ではゆったりと泳ぐジンベエザメに釘付けになりました。ジンベエザメと共に泳ぐ小さな魚たちの姿もとっても可愛かったです。古宇利島に行くなら沖縄北部も楽しみたいということで、今回は福木並木や美ら海水族館をご紹介しました。車で5分ととっても近い位置にあるので、古宇利島に連泊する場合や行き帰りで時間がある方はぜひ2箇所セットで行ってみてください。次回の動画は古宇利島にあるアウェイ沖縄古宇利島リゾートをご紹介します。お部屋は広く、外に出るとオーシャンビューが広がっています。また古宇利島に行くなら絶対に行ってほしいおすすめのレストランもご紹介します。ぜひご覧ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。